きほチャンネルの西畑あきほです。チャンネル登録よろしくお願いしますまさかの頭から行くっていうね。あの今日はねもうソロ活動してますわ。ソロ活動一人やね今日。まあなその何をなんかこれ撮ってくれってまあ言われてるわけなんやけど、その一人でただまあねこうドライバー今掃除してんのクラブで、基本的にその、まあ、掃除はね、まあ、ゴルフラウンドした後にまあ使ってでまあ磨いていく感じでまあやらさせていただいてるんですけどまあクラブ掃除しながら、まあ、撮影を回しております。で大阪にね帰らなあかんのよ私。大阪にでも明日にはもう大阪帰らなあかんねんけど、何も準備してへんっていう、まあ、根性してるよねってなんかこんな優雅にドライバー磨きながらさ、しかも一人でなんか YouTube 回してなかなかシュールな絵やねんけど、まあタイトルとしては明日大阪帰らなあかんのに何にも準備せえへんとクラブ掃除してただ喋るっていう、もう意味のわからん動画です。意味のわからん。まあそのね大阪にねその本題にまあ入るんやけど、まあ大阪にこうなんで帰るねんってこう多分知ってくれてる人もおると思うんですけど、私まあ関西弁なんで、まあ関西人っていうか大阪なんですね。大阪生まれので、中学校まで大阪で育って、高校で東北高校にこう行ったような感じの、まあ、人なんですけど、まあ、その今回、まあ、インスタとかで軽くこう言ったんですが、こうちょっと家庭の事情というか、まあ、少しまあ、心配な問題が起きたので、まあ、私大阪にちょっとこう今月はレッスンの仕事をほどほどにしながらちょっと帰らなあかんっていう感じで、まあ、そのようよほんませなあかんねんけどさ、用意せなあかんけどしっかり撮影は撮ってこいっていう、まあ、毎度のあれですよ。毎度動画内で絶対音声で入ってるカメラマンくんからですね提案なので、まあ、やってますけど、なんか基本が遅いのよ準備。なんかその嫌、なんか急ぐの結構嫌いで、まあ、でも矛盾してんのがめっちゃ私せっかちやねんな。めちゃくちゃせっかちやねんけど、なんかその用意するとか、なんかこう準備する時間は結構自分のリズムで行きたいっていうのがあるから、どんだけ急がなあかん言われてもなかなか急がれへん悪い癖があって、でまあその大阪にまあ帰るから何持って帰んなあかんのやろ。なんやろな、まあ、もう普通に基本的におしゃれなんかせえへんで、スウェットとかあとゴルフバッグも一応持って帰るし、いろいろと多分入れなあかん化粧水とか、あと絶対私が欠かされへんのが寝癖直すアイヘアアイロン、まあ、それあとぶち込んだらもう終わりやねんけど、まあ、とはいえ結構な日数おるから、スーツケースちっちゃいのしか持ってなくて、っていうかスーツケースください誰かいやケチやから買うの買う、なんかスーツケースって買います？スーツケース買わんよな、なんか高いやん。まあまあかといってさ、こう生意気なこと言ったらあかんけどさ、なんかちょっと安いめのなんかスーツケースよりもやっぱり見え張りたいっていうのあるからさ、なんていうんやろな、あれリモアっていうの、なんかスーツケース、あむっちゃ欲しいなと思ってんけどさ、もうバカみたいに値段高くてさ、リモアスポーツはついたりせえへんのかな。こんなん言って絶対またカメラマンに怒られんやけど、今日はうるさいのいないんでね、私淡々と一人で喋らさせてもらいますよ。まあでもそんなことを考えながら、まあ一番お気に入りのドライバーをこう掃除してるんですよ。今日はねもうほぼ拭き掃除、いつもめっちゃ汚れてしまって綺麗にしてなあかんときはあれなんですよ、洗剤を中性洗剤ちょっと溶かしてっていうか、ちょっと水で混ぜて、でそれでこう軽く手でこすってあげて汚れ浮かして、であとはこういうちょっと濡れたタオルで拭いてあげる感じなんですけど、もうほぼな他のクラブ終わってから今ドライバーの仕上げをなしてんねん。もう私の一番の武器やからさ、これもう完璧やこれで、この私のお気に入りのベポ知ってます、これワンピースのキャラクター、これはめっちゃね可愛くて結構好きなんですけど、もうなんかどうでもええやんもうこの話っていうか、どうでもいいってか、なんか終点がもう今でもまだ4分ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、その大阪にただ帰るっていうだけの動画で、まあ、私はダラダラと喋ってんねんけど、何が知りたいんやろなみんな、なんか結構これメンタルいるわ一人で喋んの。まあじゃあ私が大阪に帰ったらいつも何してるかっていう、じゃあ話をじゃあするしかないよね。大阪帰ったらまあ絶対あれやな、まあ練習は行くわ、練習はもう地元の
その大きなあの練習場によく行ってるんやけど、まあ、そこにだいたい夜の6時かまあ8時ぐらいの間に出没してるかもしれへん。そこで密かにこそこそ端の方で打って、でまああとは犬の散歩、犬なんかだ一匹なんか最近さあの買った犬がおるんですよ、新入りの犬が。それラックスフンドなんですけど、むっちゃでかいねそのラックスフンド。なんか買った時なめっちゃちっちゃくて可愛かったんやけど、なんかもう久しぶりに家帰って巨大化しててさ、なんかほんまにホットドッグにしか見えへんくて、まあ可愛いんやけど、まあ、それがさ困ることに、なんかその家族の中で、まあ、もちろんこう飼い慣らしてる、まあ、みんなねそのみんなにももちろん懐いてはいるんですけど、なんか一番なんか私友達やと思われてて、多分同類っていうか多分私もダックスフンドやと思われてるのか知らんけど、すごいんですよ。なんかもうすごいなんかこう、まあ可愛いけど、まあすごい勢いで近づいてくるし、ずっと吠えられてるし、近くにおってもなんかもう全然なんかうるさいからさ、もう散歩連れていくしかないしさ、散歩連れてってもそこら辺でうんこすんねんや。これうんこって言っていいんかな、もう分からんけど、もうなんかあかんかったらあかんで、もうピーが入ると思うけどさ、なんかまあ大変やねん。だから大阪帰ったらまあそれなりにね、一応私も腐っても一応女子なんで、まあその飯炊きババアじゃないけど、結構こうご飯とかもねそれなりにこう手伝ったり、食器洗ったりとか、まあ洗濯も回せるときは回してとか、まあそういう感じで、まあ今までこうやってきていただいたことを、まあ恩返しとまではちょっとね言わへんけど、まあなるべくこう協力させてもらおうっていう感じのルーティンですよ。あの何やろな、9時ぐらいに起きて、まずはカフェラテ飲んで、トースト食べて、犬の散歩行って、でぐーたらちょっとして、そっから練習行って、おばあちゃん家行って、湯船使ってただ寝るっていう、普通やんもうしんどう。まだもうちょい喋らなあかんな。ほな何や次、大阪のじゃああれやな、あの教えたるわみんなに。なんかその結構さ、たこ焼きにこだわりあるみたいなさ、なんか思われがちやねんけど、まあ、確かに何やろ、大阪で売ってるたこ焼きってなんかちょっと違うくて、なんかな、あの柔らかいね、なんかこう焼けてますかって結構こうみんな多分都会の人は思うかもしれんけど、ちょっとなんか半生感があるやつの方が美味しいっていうのがあって、私お気に入り、なんかさ大阪だと絶対行くのが、あの1、2、3やっけ、あのパチンコ屋さんあるやん、1、2、3って書いてるやつ、パチンコ屋さんに来てるおっちゃんが作るたこ焼きがめっちゃ好きっていう。だからさ昼ぐらいかな、そのパチンコ打てへんけどパチンコ屋の駐車場止めてたこ焼き並んで買うっていう。なんか旗から見たら、まあ西畑さんパチンコするんやって思ってるかもしれへんけど、私はあのギャンブルしませんのでね、あの絶対負けるから、もういいってなって、絶対あのお金儲けとかはねすごいね、もちろんねがめつい性格やからさ興味はあるんやけどさ、その逆にこう気合入りすぎると空回りするっていう性格を理解してるんでね、絶対にギャンブルはせえへんっていう。ギャンブルと、そうね、ギャンブルとトレーニングはせえへんかな。トレーニングせえしろよっていう話だと思うんやけど、むっちゃ嫌いやねんな。だからトレーニングもせなあかんのよ。この間ジム退会してしまって、そういえばほんだら体重6キロ太ったんですよ。6キロでもなんか6キロ太ってるんでかさ、カメラマンとかにも言ってんねんけどさ、まあ、言うだけ言って痩せる気ないっていう。さっきまでオレオ食べてるし、歯にオレオついとって受けるけどさ、まあでもな、そんな感じな、結構だらしないです。だらしない生活をほんまに普通にしている。何をしてんねやろうなって思いますよ。私ももういい年やしさ、25ですよ。でなんかこう昔の方がなんかこう結婚とかさ、なんかこう将来はこうとかってあったんですけど、なんかもう、まあ、この状態ですよ。ドライバー磨きながら明日の準備してなあかんのに、優雅にのこのこと YouTube で喋ってる。だもう何がしたんやろうな。とりあえずは私はまあ大阪に今回帰らせてもらったら、のんびりね、のんびり家族デーということで、まあ、いつもこう大阪になかなか帰られへんくて、まあ、親不孝者な感じはするので、まあ、ここぞとばかりにしっかりと大阪にで活躍していきたいと思います。まあ、何が活躍かも分からへんけど、もういいかなこれで。今日はちょ
ちょっと短めのね動画でしたけども、まあ、その大阪に、まあ、帰るようができ準備をせえへん人、なんかようわからへん動画やったけど、ぜひ皆さん、こういうね結構こうこれからもなんかこうダラダラとこう、まあ、喋ったりねなんかある動画とかも上がると思うんですけど、まあ、皆さんぜひ飛ばさんと、もう聞き流してもらってもいいからさ、なんかおつまみとともにちょっと見てくださいね。はい、今日は以上、急がなあかん状況で優雅に掃除しながら、YouTube を回すの巻でした。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。